来てた。美大にはどんな人たちがいますか。結論、変態。その1、ガムテープ3枚を美女。なんか野球拳でもしてたのか飲みながら脱ぎ始めた美女がいて、でもめちゃくちゃスタイル抜群で美女だったんだけど、あでも野球拳もうやばいなってところまで来て、だけど気づいたらね、こうおっぱいと股ぐりにガムテープ3枚してて、あーギリギリのせい、いやアウト。学校に住む学生。校内の一番奥にサークル活動のためのエリアがあって、そこに住んでた人がいつも汚い服、汚い髪で最高の写真を撮る仙人みたいな人がいた。しかもその人の郵便が学校に届けられてちゃんと届くっていうほど学校が公認していた。ミスコンで優勝する男子。暗黙の了解で女子がエントリーできないミスコン時代があって、そこには女装したノンケたちが競い合う天空闘技場とかしている。しかも優勝した男子がそこそこ美人だったから、女子たちの戦意は数年人知れず消失してたと思う。